うん、じゃあちっちゃい動きだけど、スタートはちゃんとここから、そう、腕が動いて肩が動いて胸郭動いて腰が動いて足が動くっていうイメージ。よく捻転差っていうでしょ、うん、そう、こういう状態。捻転差っていうのが王者の場合は結構綺麗だけど、バックスイング綺麗だけど、悪くなるとふわっぱっていくわけ、うん、これは回転なんです、回ってるんです。回ってるというか向きを入れ替えてるから、多分上とこことここに点があったとしたら、この胸と腰のポイントが全部右一緒なわけ、うん、でも今こうじゃんやったみたいに、ちゃんとゆっくりこう、こっから手からぐーって上がってくると、だんだん手が動いて肩が動いて胸郭動いてってやると、ここに捻転差ができる。そう、そうするとダウンスイングで腕の意識でも体は全然骨盤から入っていくから、そう、そのまま腕ぐーって動いていく。そう、これトップ止まってみて、こうすると皮見て、王者の足は結構踏ん張ってるでしょ、無意識に。これこれこれ回ってる、そうでしょ、回ってるでしょ、このこれなんですよ。そうするとか、そう、そうするとカッティング、だから PGN 選手が体体幹鍛えてしてる人がもうこうやってる状態だから、結構本当にこういう動きなんだよね。そうで、結構ここが感覚なんだけど、名手たちは結構 右手で右サイド後ろに引くって選手も多い。そう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 、そういう感じ。なんでこっから動こうとしたんですか。一緒に一緒に持ってきたいから。で、同じように持ってくると、本人は結構トップでグッていってるから、体た、エネルギー溜めてる気がするけど、上と下が向き一緒だから、ダウンスイングにまた戻す、一緒に戻すわけ、これがだ、うん、でもこっちの腕、そう、なんか手打ちって言葉がすごい怪しくて、手でこうやって上げていくと捻転差が生まれて、結果的にはこう入ったらもうこっちから自然に入ってくる。手打ちがいけないとか、こう手でこれ持ってるからこうやって上げていけばいいのに、体でいけって言って、あとは左肩入れろっていうのもこう入っちゃうから、結構こう一緒に入っちゃう、一緒でしょ。そう、でもこれを物を叩こうとかでこうやってあげたら、ここのところに捻転差ができる、こういう状態。そうそう、自然に何も別に意識もしなくても当たり前なんだよね、下半身から入る。そうで叩く、多分前みたいにちょっと悪くなってきた時とか、要はロックだよね、腕にロックかかってくるとグーって硬く使えなくなってくると、補いの法則でまた一緒にいっちゃうから、イメージしてこれが引っ張ってきて私の肩が動いて、これに引っ張られて、そう、肩が動いて、肩が、そうすると肩もこうね、グーってこう入る分にはいいの。そうだから、こいつは最終兵器というか、そう、最後に回る最終兵器、はい、上が動いて、あいやいやいって、ほら見て、これ回してない、こうじゃ回してないみたいな、30度ぐらい回ってるでしょ、回ったね。そうそう、だから30、90度とかってよく言うけど、そう、でもこれがさあボディターンですって、体ではい向こう、アクセル右乗ってはいってやってくると、これもうすごいもん、 その瞬間こっち、そうそう、一緒に行っちゃうわけ、うん、そうめっちゃ綺麗、これめっちゃ綺麗、鏡見ながら見て。そうだ、結構今調子いいから余計洗練させるための話だけど、鏡見ながらそれやってみて、すごい綺麗だから、ここだけで、ここからスタート、そう、これでいいの。そうすると、もうこっちにテンションあるでしょ。ある。そう。けど、ここから行く感じはない。そう、そうそうそう。そう、もう。腰回した時は、ここから動きそうになる。こうやっていくでしょ。そうそう、うん、全然なんか力が入るところがちょっと。そう、そうそうそう。そうすると、すごく近くに置いて。そうそう。そしたら、あとはもうそのまま、ここに置いちゃって、うんうん。で、まあ、インパクトバックみたいな叩いていく動きだよね。そこから素振りしちゃって。そう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 。そっからトップキレでしょ。そう、頭も勝手に当たり前だけど何も動かないでしょ、はい、うん、動かない。そう、綺麗。そう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 、オッケー。そう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 、簡単でしょ。全然ここから変えないから、全然違うぞ。そう、腕が上がってくる、オッケー。そう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 、目線が変わらないな。そう、目線変わらないから、はっはっとか、いつももうちょっとずれちゃう。そう、 OK。 そうこれはでも全部のショット、そうそう、全部言える。アプローチとかでも、アプローチがちょっと安定しない人とかは、こっからちっちゃいアプローチだけど、こういう風にずれるから、このアプローチでもちょっとこう抵抗を感じるから、捻転差ちょっとちっちゃいのやってみて。ちっちゃいのでもこうちゃんがそうでしょ、手だけと、こっちもスッと行きたがるでしょ、自然に。
そう、うん、でもアプローチでも多分ふうふうってなっちゃうから、うん、結構多いよ。そう、分かります。そう違うでしょ、違うでしょ、感覚が多分人から見たら何もいやいや変わんないじゃんと思うかもんだけど、感覚的にはそう、なんか捉えれるような感じするわけ、ゆっくり、なんか重さがない、そうそう、なんて言うんだろう、いつもこの辺にある、そう、ファーっていう、そう、そう、重心の移動を一回意図的に結構ずらすというか、向きを入れ替えちゃってるんですよ、みんな。そう、向きは入れ替える必要ないわけ、体の構造上、そう、勝手に回るから。あと待てるね。そう、待てるの長いでしょ、下向いてる時間が、うん、うん、アプローチちっちゃい動きでも、そう、こういう感じ、こういう感じ、そう。